エンタメ系で YouTube やってます、エンタメの攻め方についてご意見ありますでしょうか。まあ、僕の攻め方の基本っていうのは、まずマーケットのニーズっていうのを考えて、そこで競合があんまりなかったら攻めるって、それだけなんですね。だからエンタメ系だったら僕あんま詳しくないんですけど、まあ多分どっかしら空いてる場所あるじゃないですか。で、空いてる場所を攻めていく、それだけですね。ビジネス系 YouTube を始めた理由はさっきも言ったと思うんですけど、そこが空いていてニーズが上がったからやっただけですね。で、ゲーム系チャンネルに関しては今多分ゲーム解説のニーズって結構あると思うんですね。僕がそもそも自分が見たいっていうのもあるんですけど、でもそこ今ぽっかり空いてるんですよ。だから僕はそこを狙おう